私の名前はパリコ、32歳。大手商社の事務職員として、慌ただしい毎日を送っています。どんな時でも笑顔を忘れずに。それはいつも私を応援してくれるパニートの合言葉です。大学在学中に経理の勉強を頑張ってきた私。今考えてみれば、しっかり勉強する環境があったことも、いい会社に入社できたことも、すべてパニーのおかげなんです。ただいま。あれ？パニーもう帰ってたんだ。ずいぶん早いね。パニコ、お疲れ様。まあ、たまには疲れを取らなきゃって思ってさ。そうなんだね。パニーも1週間お疲れ様でした。うん。お腹空いてる？久しぶりに何か作ろうか。え、いいの？じゃあ、お言葉に甘えてオムライス作ってもらおっかな。私、パニーの作るオムライス大好きなんだよね。じゃあすぐに作るから手洗って待ってて。うん、ありがとう。現在私は4歳年上のパニーと2人で暮らしています。どうしてパニーと2人で暮らしているかって、実は私が小学6年、パニーが中学3年の時、突然の事故で両親を亡くしてしまったからなんです。当時未成年だった私たちのことを心配して隣に住む親戚が引き取ってくれたんですが、引き取ってくれた先にも私たちのいとこにあたる人が2人いて、おばは毎日食事作りや家の片付けに追われていました。食器を洗ったり洗濯物を畳んだり、できるだけ家の手伝いをしてきたつもりでしたが、半年も経たないうちに心労がたたってしまったおば、明らかに疲れている様子なのに私たちのために無理をする姿を見て、これ以上迷惑をかけるわけにはいかないと思ってしまったんです。その後おじに相談し、もともと家族で暮らしていた家に戻り、おじのサポートを受けつつ、そこからは2人で暮らすことになりました。進学先の高校も決まっていたパニーですが、私と一緒に生活していくために卒業後の進路も変更。俺はパニコの親代わりだと言って頑張ってくれたパニーには本当に感謝しかありません。パニー、いつも私のために頑張ってくれてありがとう。なんだよ、どうしたの急に。なんだか結婚して出ていくみたいな口ぶりじゃん。え、ああ、バレちゃった？いつ話そうか迷ってたんだけど、実は先日、彼からプロポーズされたんだよね。本当か？それはおめでたい話だ。相手は大輔くんだよな。うん、それで今度、パニーの都合がいいとき、大輔の両親に挨拶をって思ってるんだけど、いいかな？あ、もちろんだよ。そうか、パニコが結婚か。なんだか寂しいやら嬉しいやら、きっと父さんや母さんが生きていたら号泣してるんだろうな。婚約者の大輔は私の勤める会社の先輩です。数年前から結婚を前提に交際を重ねてきました。私とパニーが苦労して生きてきたことも全て理解してくれていて、その上で私のことを一生幸せにすると言ってくれたの。プロポーズを受けた時は嬉しさのあまり涙が出てしまったけれど、その話を聞いたパニーは私以上に泣いていました。私のために中卒で働き育ててくれたパニーに恩返しをするためにも、しっかり幸せにならなきゃって思ってるんですよね。その後大輔とも顔合わせの日程について打ち合わせをしました。パニーは来週以降ならいつでも時間が取れるって言ってたよ。大輔のご両親の都合はどんな感じだろう。そうなんだね。うちの親はいつでも大丈夫だって。早くパニコに会いたいって、毎日うるさくて困ってるくらいだよ。そうなんだ。そんな風に言ってもらえるなんてありがたいな。でもやっぱり顔合わせって緊張するね。確かにそうだよね。でもきっとパニコのこともパニーさんのこともうちの親は好きになってくれるはずだよ。大輔がそう言ってくれるなら間違いないね。よし、じゃあ当日に向けて気合い入れなきゃ。それから1週間後の日曜日の昼間、大輔の両親の行きつけの料亭を予約してもらい、顔合わせすることになったんです。いつもより早起きをした私たちは緊張で
胸がドキドキしていました。まあパニコ、このスーツで大丈夫だよな。今日のために新調したんだ。え？わざわざ新しいスーツ買ったの？いつも仕事で着てるスーツでよかったのに。いや、本当はそう思ったんだけどさ、今日は俺にとっても大切な日だし、新しいスーツの方が気持ちも引き締まるっていうか。わざわざありがとう。たった一人の大切な家族が結婚するんだ。親代わりとしてきっちり役目を果たさなきゃな。料亭へ向かう車内で、私は二人で歩んできたこれまでの日々を思い出していました。私は両親はいなかったけれど、寂しいとか孤独だとか感じたことはありませんでした。だっていつも私の近くにはパニーがいたから。美味しい料理を作ってくれたり、学校の行事にも率先して参加してくれたり、とにかく私はパニーには感謝しかないんです。そんな思いに浸っていると、パニーの運転する車は目的地に到着。高級料亭を目の前にして、私たちは二人揃って深呼吸、そして目と目を合わせてよしとうなずき、料亭内へと足を踏み入れたんです。案内された部屋へ行くと、すでに王助そして義両親が私たちのことを待ってくれている状態でした。遅くなってしまい申し訳ありません。大丈夫だよ、まだ約束の時間になってないし、俺たちの方が早く到着しすぎちゃったんだよね。王助の話では、義父も義母も早く私に会いたいと言っていたと聞きましたが、なんだか二人とも厳しそうな顔つきというのが第一印象でした。パニーもそんな雰囲気を察していたのか、緊張しているようで変な汗をかいていました。本日はお忙しい中、お時間を作っていただきありがとうございます。ああご苦労さん。君たちのことは王助から聞いてるよ。パニコさんのことをずっと一人で守ってきたとか。はい、そうなんです。自分が親代わりになってパニコ。へえ、親代わりになってね。お若いのに大変苦労されたってことなのね。一体この雰囲気は何なの？義両親は揃って眉間にシワを寄せています。結婚を祝福しているというような、そんな感じではありませんでした。王助の話によると、義父は会社を経営する代表取締役社長という立場なのだそうですが、明らかに私たち、いやパニーを見下すような視線、それに口調もかなりきついのよね。そしてこの後、義父は次々ととんでもない質問をしてきたんです。パニコさんは王助のどこが好きで結婚したいって思ったのかな？王助さんは優しくて仕事もできて、それに困っている人に手を差し伸べてあげられるところが。そうか。ところでパニコさんは、私が将来的に王助を後継者にしたいと思ってることもご存知かな？はい、存じ上げております。じゃあ単刀直入に聞くが、社長夫人になるつもりで結婚を考えたってことなのかな？はい。私は思わず首をかしげてしまいました。すると王助も、ちょっと父さん、急に何を言い出すんだよ。さっきから失礼なことばっかり言って、そういうのやめろよ。頼むから変な質問しないでくれ。まだ先のことなんて考えてないって昨日話したばかりだろ。いや、私は大切な質問をしてるんだよ。社長夫人になるってのはそんなに簡単なことじゃないからね。その通りよ。社長夫人っていうのは楽なものじゃないのよ。付き合いだってそれなりにあるわけだし。結婚の挨拶に来ているというのに全く違う話題にすり替わり、しかもなぜか私があたかも社長夫人の座を狙っているみたいな雰囲気。私は王助さんのお家柄がどうこうで惹かれたわけではありません。純粋に人として尊敬しているんです。私の一番身近な男性はここにいる兄ですが、兄のことも同じように尊敬しているんです。兄は中学を卒業してからずっと私のことを親代わりに育ててくれましたが。中学を卒業して？バニーさん、あなた中卒なの？そうですね。突拍子もない質問を続けてきたかと思うと、今度は
中卒という言葉に敏感に反応した義良心。君はどういうつもりなんだね。はい、わかってるんだろ、私が大手会社の社長だってことは。ええ、まあ存じ上げておりますが。存じ上げておりますだと？だったら中卒のあんたがよくも偉そうに私の前に顔を出せたものだな。何言ってんだよ父さん。まさか大助がこんな人を嫁に欲しいと言い出すと思わなかったよ。お前どういうつもりなんだ。自分の立場が分かってるのか大助。何言ってんだよ父さん。さっきから失礼なことばっかり言って。中卒が身内なんて恥、そう思わないのか。はあ、ひどい。ひどい、ひどいのはどっちだ。黙って話を聞いていれば、両親がいないだけじゃなくて中卒の兄に育てられただなんて、そんな女嫁にもらえるわけないだろ。大助はもう一度考え直した方がいいかもしれないわね。ちょっと待ってくれよ父さん、話を聞いてくれよ。義良心はパニーのことをにらみつけ、その後も私たちの話など聞く耳持たず、結婚は反対だの一点張り。結婚の挨拶という大切な席は最悪な雰囲気になってしまったの。パニーはさっきからずっと押し黙ったままだし、大助は親が反対しようが結婚は絶対すると言い張り、顔を真っ赤にして怒っていてね、もう完全に修羅場よ。するとずっと黙っていたパニーがようやく口を開いたんです。あなた方のおっしゃりたいことはよくわかりました。あら、お兄さんの方はどうやら話のわかる方のようね。それならさっさと帰ってちょうだい。そうだな、この話はなかったことにしようじゃないか。では御社との契約もなしということで。ん？何を言ってるんだ。驚いた顔をしている義父に向かってパニーは名刺を差し出しました。その名刺を見て義父は顔面蒼白に。嘘だろ、一体これは。ご挨拶が遅くなってしまい申し訳ありません。まあこちらが自己紹介する間もなくこんな展開になってしまったもので。いや、あのパニットカンパニーの代表取締役社長のパニーと申します。非常に残念です。まさかこういう席で仕事の話になるなんて。でもよかったです、契約先の社長の人柄を知ることができたので。いや、それはちょっとあなた、どういうことなの。いや、その実はパニーは数年前に起業し、今では従業員数百人を抱える大手企業の社長をしているんです。もちろん大助にはパニーの仕事についてちらっと話をしていたので、大助がお父さんに話しているのかと思っていたけれど、どうやら自分の会社の後継者に大助を無理やりにでも据えることと、その嫁がどんな女なのかで頭がいっぱいでちゃんと聞いてなかったみたいですね。いや、そのですね、いや先ほどは失礼なことを言ってしまって申し訳ありませんでした。はい、いや、そのちょっと勘違いをしておりまして。しかしあれですよね、大助がこんなに素敵な方と結婚するだなんて、父親としても嬉しい限りです。俺が結婚したいって言ったら早く会いたいとか言ってたくせに、二人の境遇をした途端に冷たくあしらって、その後社長だって分かった途端にまた手のひら返しかよ。ありえないだろう。いや、それはだな、なんていうか、それにしてもまさかお前がこんなにすごい人と家族になるなんて想像すらしてなかったんだよ。ふざけるなよ、さっきまで散々見下してたくせに今さらそんなこと言っても遅いんだよ。それはちょっとした勘違いで。とにかく契約は白紙に戻させていただきます。そんなちょっとあなた、契約どうするのよ、ただでさえ大変なのに。わかってる、お前は黙ってろ。なんですって。さっきからコロコロと手のひら返しをしたかと思いきや、今度は目の前で口論を始める義良心。さすがに大助も呆れ果てていました。義良心は私たちの結婚話なんかよりも契約を白紙に戻されることの方が気になっていたようです。どうやら散々経営者だって自慢していた割にはその会社の経営が
うまくいっていないらしくてね。さらに大助は言いました。俺、父さんたちとは縁を切らせてもらう。これからはパニコと、パニコをここまで育ててくれたパニーさんが俺の家族だ。あんなひどいこと言うあんたらは親じゃない。でもお前がいなかったら契約は。そうよ大助、目を覚ましなさい。私たちがどうなってもいいの？会社がどうなってもいいの？息子なんだから何としてでも契約するように、私たちのためにバニーさんを説得しなさい。今後一切取引をするつもりはございません。あなたも社長なら大切なことは何かしっかり考えるべきだ。そんな。義両親は自分の発言を何度も謝ってきましたが、パニーも私も、そして大助も許すことはしませんでした。大助を後継者にしたいと義両親は画策していたみたいだけど、その前に会社が倒産するのも時間の問題でしょうね。もちろん今回の件について大助は自分の親戚に話したそうです。どうやら経営が苦しくて親戚数人から借金までしていたらしいからね。今回のことで親戚たちは激怒。借金まみれに加え、家族や親戚からも感動された義両親、お先真っ暗なのは間違いなさそうです。パニーとの契約が結べなかった義父は、今になってこれまで見向きもしなかった小口契約にありつこうとしているようですが、誰からも相手にされず借金は膨れ上がるばかり。結局それから間もなく破産。会社を畳んで財産の一切売り払ったけど借金は残り、義父は力仕事、義母は工場でアルバイトをしながらド貧乏暮らしに転落したそうよ。ま、自業自得ですよね。一方私は大助と海外で式を挙げる予定になっているんですよ。友人や知人、お世話になった方々には後日予定している国内でのパーティーに招待する予定です。何はともあれ無事に結婚の日取りが決まりそうでよかったよね。うん、ありがとう。パニコのウェディングドレス姿綺麗なんだろうな。大助君はとても誠実な人だし、パニコのことを一生幸せにしてくれそうで安心だな。パニコがこの家を出て行ってしまうのはちょっと寂しいけど、まあいつかはそういう日が来ると覚悟を決めていたわけだし。うん、それでさ、ちょっとそのことで相談があるの。ん？どうした？あのね、大助ともいろいろ話し合ったんだけど、もしパニーさえ嫌じゃなければ3人で暮らさない？え？3人で？でもさすがにそれは邪魔になっちゃうよ。これは大助の提案なの。大助も一人っ子だったから、パニーともっと仲良くしたいって思ってるみたいだし、どうかな。いや、びっくりしたけど嬉しいよ。でもな、本当にいいのか？うん、もちろんだよ。じゃあこれで決まりだね。大助も心配していたから OK だったよって報告してあげなきゃ。うん、そうと決まったら部屋の片付けをしなきゃ。これから3人で楽しく暮らしていこうね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。